にちは。ホームランディック一級建築士事務所の生見京子です。今日は愛知県のホームランディックのお家をご紹介します。今回のお家は京子一押しの空間テイスト、お友達から褒められる注文住宅の家作りなお家です。楽しみにしていてください。一押しの空間テイストってあるんですね。私あるんですよ。ホテルライクでもない、ナチュラル系でもない、北欧系ともちょっと違うテイストなんですけど、私は勝手にアトリエ系とか設計事務所系とかって言って呼んでます。ホームランディックファンからしたら楽しみにしててもらっていいんじゃないですか。はい、いいと思います。お友達から褒められてるのはなんかどういうことですか。ここのオーナー様、住まわれて半年経つんですけれども、お友達が来た際に褒めていただくポイントが多いというふうに聞いておりまして、そこもご紹介していきたいと思います。やっぱりお家されたら友達呼んでいいねって褒められたいですもんね。そうなんです。私はですね、戸建てを建てるそれ一つ醍醐味だと思ってまして、せっかくお家建てるんだったらお友達呼んだ時に、あ、すごい家建てたねとか、これめちゃめちゃ素敵とかって言ってもらいたいじゃないですか。オーナー様が実感してくださってるっていうことなんで、すごく嬉しく思ってます。そういうお家を作るコツとか、このまま真似したらかっこよくなるよみたいなポイントもぜひ教えてほしいです。もちろんです。ポイントとしては見せ場を作るっていうことが一つ大事だと思うので、ここが見せ場ですよっていうのをね、ちゃんと決めてありますので、ぜひ楽しみにしててください。外観はガルバの横張り、ホットホワイトのお色を使っております。アポロルーフっていう横張りの仕方をうちは使っております。外観は北欧系でシンプルな軒なしのタイプで今回はお作りしてます。あそこね、空間がくり抜かれてて黒縁があるんですけど、バルコニーになってまして、窓じゃないんですね。ああいう風に周りをちょっと黒くすることによって開口をあえて目立たせてるっていう風な、そんな外観です。外構計画なんですが、車が合計4台止められます。アプローチがこういう風なナチュラルな革砂利とコンクリートのアプローチっていうのを組み合わせで作ってあります。ここ結構ね、高低差があるんですけど、まあ、あえてブロックとかで土留めをせずに、自然と山みたいになるような感じで外構計画をしているので、ナチュラルに仕上がったかなと思っています。で、これ良くないですか。門柱自分とこで作ってありまして、コンクリートブロックをだんだんだんと積んで、ここをモルタル塗りにして、表札、インターホン、ポスト、これらを組み込んでるっていう、そんな門柱になります。アプローチがそこからまっすぐこういう風につながっていまして、下が黒っぽいレンガ調のタイルになっています。ではお邪魔します。入ってドドーンとこう現れるのが土間とすのこ、それから鉄骨階段ですね。これが見えます。まずこれが見せ場なんですよね。玄関ってやっぱお客さん呼んだ時に最初に目に入るところじゃないですか。だから玄関をね、かっこよくしておくっていうのはめちゃめちゃ大事だと思います。ここに3つですね、彫り込みのダウンライトしてあります。これ光源が見えないので、一瞬何って感じのテイストが出ると思いますね。実はこの中にダウンライトが入っていて、光が落ちてくるような設計になっています。15センチ15センチで掘ってあります。左手にはですね、両開き戸の収納を用意してまして、こちらに靴関係、ちょっとした小物関係、あと長物関係がしまえるように設計してあります。いっぱい入りますね。こっちは靴、長物関係ですね。で、この正面にある鉄骨階段がね、本当にかっこいいんですよね。ポイントなんですが、ここの踊り場は一段で行く、これ超ポイントです。踊り場ってどこですか。ここです。ここはね、一段にするとかっこいいです。入ってすぐ左手に手洗いがあります。帰ってきてすぐ手が洗えるような、そんな設計になっています。かわいいですね。これサンワカンパニーのボールにアクセントクロスしてあって、端っこにペンダントライト飾ってあります。で、ゴールドのね、タオルリングで空間がとっても引き締まっていて素敵です。この下の土間には今ですね、自転車置いてもらってます。結構幅と奥行きがあるので、1台余裕で入っておりますね。おしゃれな自転車を飾っていただくのにもいいスペースかなと思います。こちらなんですが、扉がありまして、これもね、壁に馴染んでますよね。すっげー馴染んでるな、これいいです。これは神谷コーポレーションの FS のドアになりまして、こっち塗っていて、こっちもベージュになっています。ファミクロ兼難度になっています。いろいろ物が収納できて、帰ってきてね、コートを脱いだりとか、服をここでちょこっとね、しまったりとかできます。こちらですね、トイレになります。1階のトイレはこんな感じです。トイレの背面収納が3段ニッチになっています。で、端っこにダウンライトを配置しています。縦に2段配置、あ、
2段入れてある。こんな感じでトイレットペーパーが2段入るようになっていて、こういう風に隠せます。やっぱおしゃれな空間にトイレットペーパー並んでない方がかっこいいですね。そうなんです、そうなんです。めっちゃ取り出しやすいです。じゃあこの素敵な階段を登ってみましょう。いいですよね、やっぱね、鉄骨階段のこの折れ曲がりがかっこいいこと。この正面にですね、連続してる窓があります。これもまたね、工夫してあってかっこいいんですよ。別の窓なんですが、くっついて見えるように工夫をしてあります。この照明もめっちゃ真似したいですね。かわいいでしょ。これ3つポンポンポンとついててね、ゴールドで吹き抜けにこういうのがあると素敵だと思います。かわいい空間です。でこちらの照明ですが、ブラケットゴールドのものにスワッグをかけていただいてます。めっちゃかわいい、大好きテイストです。木製のドアです。木製のガラスが結構大きめなドアになります。じゃーん、これが京子大好きテイストの空間になります。全体的にベージュとかグレージュでまとめられていて、黒が結構少なめ、素材感を大切にしたような、そんな空間ですね。これ私結構大好きです。前面のクロスがグレージュなんですね。これグレージュです。こちら18畳です。私は勝手に設計事務所系とかアトリエ系なんていう風に呼んでます。2階リビングの特徴を生かして天井をね、勾配天井にしてあります。これ4寸勾配の三角屋根なので、空間全部ね、このリビングの上は開けてあって、実際より広く見えるようになっています。珍しくないですか？キッチン壁付けなんですね。オーナーさん最初のご要望からキッチンは壁付けでいいというふうにおっしゃっていただけて、なかなか皆さん手元を隠したいとか、キッチンの中はぐちゃぐちゃだから見られたくないわって言って対面キッチン希望される方多いんですが、オーナーさんは逆にこうしまい込むと、自分が使わなくなって溜まっていく一方だからということで、もうこういう見せる収納をね、きちっと綺麗に収納されていらっしゃいます。もうね、私聞いて感動しました。この綺麗さびっくりじゃないですか？すごい。でこれね、ウッドワンさんのキッチンに横にこう、うちで L 字にカウンターを作らせてもらったんですね。この L 字がいいんだということでご要望いただいてたんですが、もう家具置いてみて納得。ここにオーブンレンジがあって、上にご支給品の収納ラックですね、これもありますね。まさかね、お皿をこんな風に収納するとはちょっと思ってなかったですね。綺麗に可愛いお皿が並んでらっしゃいます。さすがです。こちらは可動棚とパイプはこういう風にうちで用意させてもらったんですが、吊るし収納されてまして、ここら辺綺麗にね、掃除ができるので清潔感が保たれると、そんな設計になっております。全体的なグレージの空間にウッドワンのこのキッチンがめっちゃ合うなと、うん、そうなんですよ。こういうアトリエ系って結構素材感大事にする系なんで、木のものとか合います。でも全部木にしすぎるとちょっとナチュラル寄りになっちゃうんで、可愛い感じに寄っちゃうんですね。なので例えばこういうね、白パッとした素材を入れてもらったりだとか、こういうステンレス入れてもらったりだとか、こういうつるっとしたタイルの素材を入れてもらったりすると、バランスが取れて可愛いテイストが少し消えて、こういうアトリエ系になっていくかなって私は思います。めっちゃ可愛いです。でタイルもグレージュで、これもすごくないですか？この収納の仕方、くっつきます。ハサミとか計量スプーンとか絶対使えますもんね。これ使えますね。わあ素敵ですね。ここにね、ちょこっと窓があるだけですごい手元が明るくなるので、キッチンの前にこういう窓を取るのおすすめです。でこちらがオーナーさんがもともとお持ちの食器棚で、これにね、合わせてジャストサイズでここを空間開けてほしいというご指定いただいて、このようにシンデレラフィットになっています。この家具もね、可愛いですよね。レトロな感じなのも、持ってきても全然違和感ないんですね。そうなんです。これね、形がレトロなんですけど、素材はね、あんまレトロ素材じゃないんですね。だからシンプルな空間にも合う、そんな家具だと思います。床材イエモンのジャイロオークです。オークと全面グレージの色、ステンレス、金属系とかが、ね、そうですね、ステンレス系も差し色でいいと思いますね。でダイニングテーブルがこちらになります。今ね、お二人で暮らされてるので、このサイズのテーブルで、ちょうどこの机にあったところにライトを配置しています。だからここの入った瞬間のここがね、すごく広くてとってもいいなと思います。2階リビングの最大のメリットとしては、目線が高くなるので2階からのこの景色がすごくいいんですね。だからちょっと人とね、人と目線が違う
違って高いところで生活する雰囲気が私は大好きです。2階リビング大好き派です。心地いいんですよ。これ1回体感してもらいたいな。結構住宅街でご近所さんの目とかも全然気にならないですね。そうなんです。今はね、南側に家が建ってるのがまあ低くても、将来例えば南側に建つ可能性があるとかっていった時は2階リビングを検討されても私はいいと思います。オーナー様の私物で仮木で買われた家具です。テーブルとこちらの椅子が仮木さんのものだそうです。フォルムがとっても可愛いですね。こちらはワイチェアになります。間違いないですね。まずね、ワイチェアばっかでも、まあ、いいんですけど、こうちょっとね、素材が似てて形違いっていうのも、ね、またかっこいいんですよ。もうセンスがいいと思いますね。なんか2脚揃えたくなっちゃいますけどね。そうなんです。でこちらがリビングスペースになります。テレビとソファ、奥にですねバルコニーがあります。バルコニーって最近取れない方多くって、不要なんじゃないかっていう発信もしてるんですが、私が唯一おすすめしているバルコニーは用途のあるバルコニーですね。で2階リビングってデメリットもありますよね。やっぱり1階2階のこの往復がすごい大変だとか、例えば1階にお風呂があって洗濯機も1階にあって、でそれをね2階まで干しに来るっていう往復作業とかってすごく嫌だと思うんですね。でこのお家はそういうのを見事に解消しています。実はこっちがじゃーん、洗面脱衣ユニットバスで、またまたこちらにランドリー、ちょっとしたクローゼットとバルコニーがつながってるっていう、そういう動線になってるんです。なのでここでね、脱衣でお風呂入ります、洋服ここで脱ぎます、洗いますよね。ここでねランドリールームあるんで、そのまま干せちゃうんですよ。で外に日が当てたいものっていうのも、この先にバルコニーがあるのでここでも干せちゃいます。で屋根があるので雨の日にも濡れないです。いいバルコニーですね。じゃあ取り寄せたものはっていうと、ここにちょこーっとかけとくスペースがあるので、パジャマ、靴下、バスタオルはもちろん、部屋着陰2階で使うお洋服なんかをここに収納しておきます。という動線だったらなかなか往復しなくてもよくないですか。家事に関しては2階だけで完結してるってことですかね。はい、完結してます。これが1階だったら重い洗濯物を2階に持ってこなきゃいけないですもんね。そうなんですよ。でこちらが洗面所になりまして、広いですよね。 1.2 メーターの洗面所です。でここがメラミン剤貼ってありまして、こちらが洗面ボールで、三面鏡をここに配置しています。これすごい、ここがティッシュがねピュッと取れるような、そんな風に組み込みをしています。便利ですね。ちょっとこうティッシュがあると便利なんですね。で腕にはですね間接照明が設置されてますので、顔をこうやってねここでお化粧する時も明るく化粧ができる。ここ鏡映りいいですよ。鏡映りめっちゃいいです。上からの光がいいんですか。そうです、なんかこう反射してこっちに光が来てるので、そこがいいんだと思います。可愛く見えます、いつもより。嬉しいですね。嬉しいですね。はい、でこっちがお風呂になります。ニットバスです。でここもすごいね工夫してありまして、鏡もちろんなしで、カウンターもこれなしにしてあります。その代わり正面にこのねステンレスのバーを配置してるんです。だから全部正面でかけて収納ができるというのがいいですね。横は手がこう当たってゴシゴシやるときに触れるのが嫌だということで、あえて横にせずに正面にしてるこだわりがあります。結構こっちにつきますよね。そうなんですよ、こっちにつくんですけど、正面に鏡なかったらこれが一番いいですよね。あ、そうか、普通そこに鏡があるからつかないんですね。そうだって、この振り向き作業でこうやらなきゃいけないのが正面でこうできるっていうのはめちゃめちゃ楽だと思います。さすがオーナーさん、考えられてます。こういうのも指定できるんですね。はい、そうです。ホームランディックでこれは指定してトートさんにつけてもらいました。でここにも見てください、扉の裏側にお掃除用のパイプハンガーも設置してます。ここもかけて収納できるので、これめちゃめちゃ便利ですね。でしかもね、こうやって開けてる時はあんまり気にならないんで、これねぶつからないんですよ。ぶつからない位置なんですよ。ここが一番差し支えない位置だと。ここにあったら嫌ですし、ここも嫌ですし、ここも嫌ですよね。やっぱここベストですね。素晴らしい、めっちゃいいです。なので2階リビングを検討されている方はぜひですね、洗濯物、ユニットバス、ランドリー、収納とかまでぜひ2階に計画してみてください。すごく家事が楽になると思います。こう忘れておくと後で後悔するポイントになっちゃいそうですね。そうですね、光が綺麗に入ってくるから2階リビングって気持ちいいですね。気持ちがいいんですよ。で人目気にしなくていいでしょ。日陰も気にしなくていいんですよね。で洗濯物の目線も気にしなくていいんですよ。私は好きですね、2階リビングが。いやめっちゃ素敵な2階でしたね。1階はまだ部屋があるんですか。はい、部屋があります。こちらです。
じゃーん。ここが洋室になっています。ここはまあ趣味部屋というか書斎というかプライベートルームというか、まあ、自由に使うお部屋になります。これは無垢のパイン材を使用しています。温かみがあって節があって心地よい空間です。オーナーさんスリッパ脱いで裸足で歩いてましたね。そうですね、足触りはとっても良い気になります。じゃあ本当にリラックスして過ごすような空間なんですね。はい、そうなんです。でここがクローゼットになっていまして服が収納してあります。はい、で向かい側の部屋ですが、あ、廊下の突き当たりにこんな可愛い家具置いてあります。めちゃめちゃ可愛い、季節感があってタイプですね。センスのいいオーナー様です。はい、でこちらが洋室になります。はい、ここが2部屋、将来仕切れるようになっていますが今はつなげてあって1つの部屋になります。2部屋につながるんですね。はい、つながります。でこちらには収納がついてありまして、ロールスクリーンで仕切るタイプになってます。これいいですね。途中からこんな風にロールスクリーンつけると上だけオープンという風にも使えてすごく便利だなと私今思いました。物が入ってても綺麗に隠れるんですね。はい、そうですね、隠れますね。ここがだから将来仕切るので扉が2つついています。こんな感じです。1階はじゃあ1階は結構寝る場所みたいな感じになってるんですかね。そうです、洋室とトイレ手洗い何度が配置されてます。よく2階リビングだと行ったり来たりしなきゃいけないっていうのをねデメリットで挙げられるんですが、1階は寝るだけなので行ったり来たりしないような家事動線にしてあります。じゃあただいまって帰ってきたら2階に行ってずっと2階で全て生活終わってて寝るよって時にだけ下降りてくるってことですね。そういうことです。やっぱ行ったり来たり1日の中でするのが大変ってことですよね。そうですね、上がったり降りたりは大変じゃないでしょうか。そういうのを解消した間取りになります。オーナーさんこのお家になってからお友達をね結構呼ばれたそうなんですが、すごいいろんなところを褒めていただけるということで褒められハウスです。なんか呼んで微妙な顔されたりとか、うん、あーってなるのも嫌ですよね。なんかねお金かかることもあるんですけど、お金かけなくても例えばクロスの色をグレージュに全面するだけで雰囲気が変わったりとか、スイッチカバーを一つね変えるだけで雰囲気変わったりするので、めちゃめちゃお金かけなくてもあっと言わせることって私はできると思うので、ぜひね参考にしてみてください。あとお友達に褒められることもなんですけど、なんか毎日家に帰ってきてここに過ごすことが嬉しいっていうか、うん、自分自身の心の豊かさにつながるなって感じがすごいしますね。あ、しますします。せっかく家をね建てたから家族の団らんが増えたとか、早く家に帰ってきたいなって思えるようなお家になってほしいなと思います。この動画いいなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。バイバーイ。